はい、覆面 YouTuber、タカです。第40話の後編ですね、後編。作りましたというか、作れました。よかった。前半かなり頑張ってたんで、後半ちゃんと作れるのかなと思ってたんですけど、無事に作れたので、よかったなと、まあ安心安堵が まずある感じなんですけどね。はい、ということで安心してるだけじゃダメなので、じゃあ40話の後編、やっていこうかと思います。久保さんよろしくお願いします。はい、ということで、後編のところはテクノロジーの話でしたよね。テクノロジーの話。まあね、IT テクノロジーが、こう、なんでしょうね。すごく自分の手札を増やす、よりどころになるんじゃないのっていう話あったと思うんですね。まあ自分は、単純にこのテクノロジーっていうのは、その人生で勝ち抜く選択肢を増やすっていうところに単純になるのかなとは思ったんですね。これは自分がその学生時代、年代で言うと20年ですね。2020年、ぴたりですね。ごめんなさい、2020年は今だ。2000年とですね、ミレニアムと騒いでた、時ですね。まあ、その時ちょうど大学生だったんですけど、2000年時大学1年生で18歳、19歳だったんですけどね。その時にもう大学1年の頃から自分はパソコンでしか仕事ができない人間だろうなとは思ってたんですね。まあ、前回もその話したんですけど、まあ、人とちょっとね、心を通わしながら仕事するのはちょっと難しいなと思って、まあ、ならパソコンのスキルをつけて、なんかパソコンで黙々と仕事できないかなっていうところを考えて、まあ、パソコン教室に通って、まあ、あとは大学の授業で、そのパソコンとか教える人、まあ、教えるバイトとかやりながら、まあ、なんだかんだでともかく IT エンジニアになったりしたんですけど、まあ、単純にこのパソコン、まあ言うたら IT テクノロジーですかね。まあ当時はホリエモンとかが出てきたところなのかな。ちょっとそこら辺はよく分かってないんですけど、まあ多分そんな頃なんですけど、まあともかくまあパソコンならなんか生きていけそうだなとは思ってたんですね。これは本当に吉谷さんと別のアプローチですよね。吉谷さんはお金を稼げれば、っていうところだったんですけど、自分はその仕事としてパソコンが少し触れれば、なんとか生きていけるんじゃないか。生きていけるというか、なんとかこの人間社会としてうまくやれるんじゃないかっていうところだったので。まあ、というところで本当に、まあ、パソコンを使ってるっていうところ、パソコンを使うっていうところに入ったところなんですけどね。まあ、普段どんなパソコンの使い方をしていますかっていうところで、まあ、基本自分は IT エンジニアでパソコンを使ってたんですけど、最新テクノロジーでは自分はなかったんですね。最新のテクノロジーというよりも、まあ、昔はそのプログラムを紙で書いてたので、紙の設計書があったんで、それをなんか一生懸命なんかね、やったりしてるところもあったので、なんかすごいなっていうところだったから、まあ徐々にパソコンになってたところもあって、本当にまあいろんなところの現場に行かせてもらって気づいたのは、やっぱり IT エンジニアでは全く知識がない人っていうのがいたんですね。パソコン全然知らないよって。でもなんだろう、プログラムを組んだりするので最低限のことは知ってる。まあそういう意味で言うと、このなんだろう、パソコン1台で稼ぎたいっていうフレーズまああると思うんですけど、そのパソコンをまあ使いこなさなきゃいけないのは当然なんですけど、でもこれも逆に言うと、その YouTube をもしやるのであればですね、まあ皆さん今 YouTube 見てると思うんですけど、この YouTube を使えるようになるだけのスキルだけでいいっていう考え方もあるんですよね。要はそのパソコンね、いろんな使いこなさなきゃいけない、大変だっていうところもあるんですけど、逆に言うとその YouTube 使えるだけになればいいと。まあスマホと一緒ですよね。スマホでも、スマホの機能、LINE だけ使えればいいっていうところもあるとは思うんですね。基本的に大きなところで言うと、誰かとなんかこう、つながれるように、連絡取れるようにっていうところで。じゃあお金稼ぐために YouTube をやるよっていうんであれば、やっぱり YouTube をやるだけのスキルだけつけとけば最悪いいのかなと。まあ細かいところはまあ誰かに聞けば なんとかなるかなっていうところなんでね。YouTube はどうしてもね、自分でやんなきゃいけないんで、そこだけを特化して、スキルを身につける。
ていうだけでも、言うだけが最短距離なのかもしれないなと思ったりもするんですけど、あとはね、YouTube を見る側ではなく見せる側になりましょうって久保さん言ってたんですけど、本当にこれで、自分基本 YouTube は見てなかったんですよね、2年前っていうのは。2年前 YouTube をやる前で、そもそも YouTube なんて全然見てなくて、で、見てないけど YouTube で動画が作れるということで動画を作り出したんで、そもそも全く見てないかった。ほとんど見てない。まあ、アニメは見てましたけど、アニメを見るためのツールだけだったと思ってたんで、自分は。で、この単純にアニメがなんかテレビで見れないアニメが YouTube で流れてるんだ、これはいいもんだと思って見てたぐらいなので、本当にこの、本当に YouTube はね、非常に、まあ、それだけじゃない使い方ってがあるっていうのが最近というか、本当にここ1年でしたっていうところなんですけどね。まあ、そして、まあ、ここですね、今回自分がすごく気にして、この後編ですごく大事だなと思ったのは、この情報遮断スキル、まあ、ここにも情報遮断スキルって書いたんですけど、情報排除技術っていうところですよね。だから本当にインターネットで情報が、いろんな情報が取れるようになったんですけど、逆にその余計な情報がいっぱい入ってきてしまうことによって、混乱してしまうっていうことは当然あるし、それ以上のこの弊害というか、誘惑されるような余計な情報がいっぱい出てくるんですよね。本当にこれは。まあ、インターネット側もね、本当により情報を見せたいというか、まあ、YouTube で言うとそのプラットフォームにずっと維持してほしいっていう、気持ちがあるんで、まあ、広告とかね、クリックしてほしいんで、だから、まあ、よりその滞在してほしいような誘導をすると思うんですけど、これ本当にすごく意識しないと、時間があっという間になくなってしまう。まあ、自分も本当に昔はね、廃人みたいな人間だったんで、もう、1日15時間とか20時間ずっと YouTube のアニメを見続ける。まあ、YouTube はアニメしか見なかったんで、アニメをただ見続けるとかいう。だから会社、前回ね、仕事の話をしてたんですけど、まあ、平日一生懸命23時まで働いて、じゃあ土日何してるかっていうと、一日中 YouTube 見てるって、まあ、アニメ見てるだけなんですけどね。20時間ぐらいアニメ見て、まあ、寝るみたいな、ね。寝てないんですけど、ほとんど寝てなくて、まあ、そんな感じの生活が繰り返されてたんで、本当ね、もう、何をやってんだって感じなんですけど、本当に誘惑されるような情報っていうのを表示させないのが大事かなと思ってて、じゃあ自分の YouTube の今画面ってどうなってるかっていうと、自分の動画、自分の YouTube って関連動画表示されないんですよね。関連動画非表示にしてるんです。まあそういう設定もできるので、まあこれは YouTube じゃなくて別のちょっとツールを入れてるんですけどね。もう関連動画絶対クリックしてしまうの分かってるんで、もう無理なんですね。自分でこの、もう制御できる限界を超えてるんで、限界というか自分も超えてるんで、もうこれはもう見せないと。なので自分はこの右側はコメント書く欄に変えてて、で、ここに、このコメントはね、やっぱり結構見るんで、コメントだけ見るようにして、関連動画は全くどこにも出てこないっていう形にしてますね。だからこの久保さんの動画を見るときも、誰かのコメントがあればここで見れるし、もう他の関連は何も見れないみたいな形にしてますね。まあ、ようやくこれにして、ようやく、なんか、心静かに動画が見れるっていう感じなんですけど、あと、ヤフーとかですね、ヤフーニュースとかも、この、ここの右のおすすめやばいじゃないですか、アクセスランキングとか出てて、これも何もこう出ないようにしてるんです。関連ニュースは全く非表示。まあ、当然下の方にはね、関連、なんか、あれも下に方ね、おすすめあるんですけども、それは、まあ、ちょっと残してるんですけどね、まあ、それも遮断しようと思えば遮断できる。本当にこのニュースの記事だけに集中できるっていう。特に自分が YouTube やるときは、こういう記事とかをすごく、ね、探したりすることが、やっぱりリサーチの時間も必要なんで、やっぱこのニュースを見た時にこっちに行っちゃうともうおしまいなんで、あっという間に時間なくなっちゃうんで、この関連ニュースを非表示する。当然関連ニュースも大事な時あるんですけど、大体が不要なんで、もうここは見せない。もうあえて見せないようにしてますね。で、これ前ちょっと、なんか、なんだ、こう寂しいなと思ってニュースを見せるようにしたらもうクリッククリッククリックしまくって全然ダメになってた。人間としてダメになってたんで、あ、これダメだと思って、またこの形に戻したんですけどね。まあその、こういうツールもその、まあ自分が使ってるのはこのカスタマーブロッカーっていうかね、この Yahoo Japan とかいうこのルールを作って Yahoo Japan のこの、これで言うとこっちの右のところを選んで、クリックカチッってすればここをもう見ないようにするってすればこの見ないようにできるんですよね。そういうことができるんで、やっぱ工夫ですか、工夫で次第でいくらでもやれるんですよね。だからこのできる限り不要な情報をシャットアウトをできるような環境を持っとくとすごくいいなと。その TikTok 自分がその初め見出した当時もあれダメでしたね、本当に。もう止まらない。止まらないです、もう。なんですぐもうアプリは消したんですけどね、アプリも消して、これはまずいと。これはまずいということで、ね、本当に
時間どん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 食われるっていうところで、本当にこのこれを動画を見てる方も本当にすごいね、頭の回転早い人もいるかもしれないし、すごく努力できる人もいるとは思うんですね。まあ自分よりも本当にすごく、特に自分の塾生さんの例に出すと本当すごいんですけど、本当に自分よりも塾生さんってすごく真面目で、すごく頑張ってるし、すごく本当になんか意識も高いしっていう方ばっかり集まってて、本当すごいなと思ってて、本当にだからできる人ばっかりいるんで、だから本当にやっぱいるんだなと、もう本当に自分は塾生さんから学ぶしかないので、だから本当にやっぱり、ああ皆さんすごいなと思いながら、やっぱりでもそこでもそのせっかくそういうなんかすごいのも思ってるのに、その判断能力が鈍ってしまうことによって、なんか宝の持ち腐れになってる人って、もしかしたら埋もれてる人っていっぱいいるんじゃないかなと思ってるんですね。そこがすごくもったいないなと思うし、自分もそこはそうならないように気をつけたいとは常々思ってるし、だからこそそのいろんなツールとか使って、うまいことこの腐らないように、自分は腐らないようにこうやっていくっていうことをこうやったりもしてるんですけども、本当にここっていうのはテクノロジーをうまく使いこなせるかどうかにもよってて、新しい情報がいっぱい収集できる、すごいすごいんだけど、逆に不要な情報も入ってきたりして、本当にここっていうのは難しいなって思ったりもするんですよね。そして続いて久保さんが言ってた、この金にならないことはやらないマインドですよね。本当に金にならないことはやらないマインド、要はお金を稼ぐことだけに集中しましょうっていうところとして、自分はまあ、今回受け止めたんですけど、家族ですよね。まあ、自分は家族持ちだし、家族のことしか語れないんで、ちょっとこれを聞いてる一人の方とか、独身の方はちょっと申し訳ないんですけど、本当に家族は簡単に稼いだお金を使っていきます。これは悪い意味じゃなくて、どうしてもやっぱりその、うちで言うと、やっぱどうしても教育費だったりね、まあ、給食費とか、本当に何でもかんでもやっぱりお金は、それは当然かかるわけで、まあ、どん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 減っていくんですよね。だから、稼いだお金がどん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 減っていくというわけですね。これはその、まあ、しょうがないところがあっても、本当に。だからもう、そうなるともう、家族を養うために稼ぐことに集中しないとやっぱりいけないなっていうのは本当に最近すごく分かってきて、このなぜ稼ぐんですかっていうところの答えっていうのがなかなか、この気になる男シリーズの前には、まだね、うまく、こう自分の中でこう、しっかりと言語化できずに、まあ、苦しんでたというか、こう、迷っていたっていうところがあったんですけど、最近ようやくね、これだけこう何回もこう気になるし、気になる男シリーズをやり続けて、あ、そうだと、稼ぐ理由は家族との暮らしを保ち続けるためなんだと、それはその最低限の暮らしは、それは自分はそれでいいかもしれないけど、家族がね、本当により豊かに過ごせるためには、やっぱりしっかりと、まあ、稼いでいくっていうことを、単純にこの稼ぐ理由は家族との暮らしを保ち続けるため、まあ、豊かに暮らせるためっていうことだけでいいのかなっていうところを、ようやくね、腑に落ちてきたというか、まあ、語れるようになった状態になってきたなとは思ってきて、そしてここですよね。結婚は人生の三大不良再建とかね、すごいキャッチコピーがやっぱり持ってきてるなって、やっぱこういうの、見たら強いなぁとは思うし、すごい、なんか、ねえ、こういうね、画像を持って来られると、すごいと思うんですけど、自分は単純にこの、まあ、結婚っていうのは何かなって思うと、まあ、家族を持つ人の気持ちがわかるっていうところかなと思ってて、要は一人の場合だとやっぱりね、家族、持ってる人の気持ちわかんないんですけども、家族を持てば家族の気持ちがわかるっていう、単純に、まあ、そこがすごくでかいかなとは思っていて、このホリエモンが言ってたのが、まあそもそもなぜみんな結婚したがるのってこれ言って、まあそういうね、ところあるんですけど、これホリエモンが、なんかな、ちょっと動画でチラって見たんですけども、結婚も経験だって言ってたんですよね。要はその、なんで結婚したんですかとか、青白王子かな、青白王子とかが聞いてたんですよ。なんで結婚したんですかって言ったら、いや、これはやってみないとわかんないからな、みたいなこと言ってて。まあその後の話はね、もうどうなったかはまあいろいろ調べてもらえばいいんですけど、まあともかくその経験として結婚してみるか、みたいなね、いうところでやっぱ結婚したって言ってたんで、あ、なるほどなと。まああんまりその深いことはそこで喋ってなかったんですけど、まあその、まあ経験だと。だからその経験をしたからこそ、その、
まあ、こういうふうな話が展開されるのかなと、まあ、結婚がいいものじゃなかったからこそ、まあ、そうなるのかなと思うんですけど、まあ、ともかくその経験したっていう言葉で、まあ、語れるように、こういうふうに語られるようになったんじゃないかなと思うと、やっぱり何事も経験かなと思ったりもするんですけどね、本当に。そしてここですよね。まあ、なぜコスパや効率を否定するのかっていうところでね、まあ、その効率と愛っていうところ、相反するところなんじゃないかなと思っていて、まあ、そこがね、最後 YouTube はそれを可能にするんだよみたいなね、まあ、金で買えない愛を成立させるためにみたいなね、いうところで、最後この後編の方が久保さん終わってたのかな、終わってたような気がするんで、これが最後のスライドになってくるんですけども、まあ、これは本当に愛で金は買えるかもしれないけどって、今よくあるなんか、なんだろう、なんかの歌詞でありそうですよね。その演歌の歌詞でよくありそうな感じなんですけど、まあ、解釈、理屈不要な愛を知るっていうのは久保さん言ってたんですけど、これ本当に自分もこれはすごく理解できないことがたくさんあったんですけど、最近ようやく分かってきたことが自分もあって、まあ、その結婚して分かること、まあ、こう思って分かること、どちらかというとこう思って分かることの方がでかかったかなと思ってて、まあね、この、まあ、愛を語れとね、知識を語る、愛を語れっていうほどね、語れるわけじゃないんですけど、まあ、自分の意見を言わせていただくと、まあ、やっぱりその効率がいいことと全く正反対にあるのが、まあ、対極してるのが愛かなとは思っていて、まあ、これもその、ね、子供がもう小学2年生になってようやくだいぶ分かってきたところ、だからもう8、ね、8年とか一緒に過ごしてようやく分かってきたところなんですけど、まあ、その家族を大切にする気持ち、まあ、こう思う気持ち、まあ、子供を中心に家族を大切にするっていうことですね。なんか夫婦だけとは全然違うって、自分もその同棲というか、妻と一緒に過ごす時間はすごく長くて、何年間だろう、多分5年、5、6年、8年とか、ちょっと分かんないです。すごい長いくらい、長く、過ごしてるとは思うんですけど、あ、そうですね、社会人始めてすぐに同棲したので、転がり込んでね、転がり込んで 同棲したので、そうですね、まあ大体8年、ぐらいはいるんですけど、そのやっぱりそれと全然違う。やっぱりその、自分が一番あったのは、やっぱ人として欠けていた何かっていうのが少しだけ知れたかなというところがあって、まあそれが愛っていう言葉で一言で表現できるのかどうかは、ちょっとそこはまああるんですけど、本当に自分が人間として本当に欠けていたものを少しだけ知れたのは、やっぱり子供のおかげかなとは思って、まあ家族を持つことによっていろいろ知れたのかなと。やっぱりそしてこれで YouTube をこうやることによってですね、YouTube を見てるモニター越しの人がいるっていうところをやっぱり感じれるようにすごくなったんですよね。やっぱり自分がそのもともと他人の気持ちなんては、そもそも寄り添う気はなくて、ともかく他人に合わせるっていうことに特化してたんで、あんまりその自分の気持ちだったり他人の気持ちだったり、今他人の気持ちをその読み取る能力はあるんですけど、その深い意味っていうところまで理解しようとはしてなかったんですけど、まあ最近になってようやくこの他人の気持ちをちょっぴり思いやる気持ちっていうのは、本当にね、小さなところですけども、それを少しできるようになったなと。そして久保さん最後にね、ここで締めていたのかなと思うんですけど、体力、精神力、これを使ってね、まあお金を稼ぐと。まあこの4本柱が全て揃って、まあ人間としてすごくいい状態になるんじゃないのっていう話を最後してたんじゃないかなと思うんですけど、まあ YouTube で言うと、その動画を作って YouTube にアップするっていうところなんですけど、まあその作る過程で、やっぱりその作るのには当然体力、まあ自分の作るのはそんなにね、30分ぐらいしか、まあこの情報発信ではすごく長く作ってるような気がするんですけど、基本的には自分の教えてる、塾生さんに教えてる YouTube に関しては30分しかかからない、1本30分で作るような作り方を教えてるんですけど、まあ、体力だったり、あとは精神力だったり、まあ、頭使ったり、まあ、いろいろなところを作って、やっぱ YouTube で動画を作ってアップするっていうところなんですけど、まあ、その先に、まあ、そこはその見てる人の、まあ、気持ちを補充測るっていうところが必要かなと思ってて、まあ、そうじゃないと再生されないっていう、単純に再生されないっていう現実が待っているので、これ見てる人をしっかり理解しなきゃダメだなっていうことにまあ気づいていったりするし、それでまあお金をいただけるんですよね。要は再生回数が上がれば、お金が入るので、単純に。
だからこれは見てる人、視聴者っていうのを意識しないとこれダメだなっていうのは自然と、まあ、気づいていく。だからこそその、まあ、コスパから一番遠いような気はするんですよね。効率よく稼ごうと思うっていうところとなんかちょっと相反するのかなと思って。だからこそその、まあ、すべてが繋がってるんじゃないかなと思ったんですね。まあ、YouTube で、この、動画を作って、まあ、お金を稼ぐっていうことは、もちろんそのお金を稼ぐことに対してすごく、なんだろう、コスパっていうところを感じ、コスパじゃないんですけど、なんかこうすごく一番適してるとは思うんですけど、それをやることによってよりその人の心だったり気持ちだったり、そういうことをこう感じれるところっていうのが大事なのかなと、まあ、ここですよね。だから見てる人の気持ちを伺ってお金をいただいてる、まあ、それをこれをしない限り結局再生されないんで再生されないんで、もうここを結局嫌でも嫌がおうでもなんかこう現実に知らされるっていうところがあるからこそ、なんかすごく分かってくるのかなと思って、だから YouTube をやるだけでも、なんかすごく大事なことを学んでるんだなとか思ったりもするんですけどね。はい。だから最後この YouTube をやることでより深く感じれる。まあ何を感じれるかっていうのは人それぞれなのかもしれないんですけど、自分は少なからず人として自分が欠けていたものっていうのが少し知れたような気がしたというところがありますね。はい、というところで第、気になる男第40話ですね、後編の方を終わらせていただきます。まあ、前半と後半、まあ、今回久保さんが2本動画送っていただいたので、まあ、それに、相対する形でね、まあ、2話少し作れて、まあ、自分もこれを今回気になる男シリーズを2話作るのって本当自分できるのかなと思ったんですけど、無事にこうやって動画ここまで作れて、こうやって喋り終えたので、まあ、非常に良かったかなというところで、勝手に満足して終わらせていただきます。はい、ということで、久保さん第41話ですかね。第41話もよろしくお願いします。はい、それでは失礼いたします。クメン YouTuber、タカでした。